中井聖太夫完成7年2月14日は、江戸時代中期の旗本。通称は里、次郎、正五郎、聖太夫、意名は休憩。法歴10年表情書に出資し、日光山五霊修復御用、関東軍大、稲正しいの左典役などを務め、名は四年主配官定となり、同八年官定に移る。安永三年会の国上飯田大官となり、 同六年甲府大館に転じた。天明四年には、谷村大館も兼務し、七万国を管轄した。同七年道の区国小名浜大館に転じ、同八年江戸住の関東大館となった。関西元年飛騨軍大、大原真澄の大兼備をする。同三年大館職を非免され、切り前を立たれる。非免の理由は、全館上奉行。 赤井正し賞への金子用立て不都合、追放者、伊部正史衛門の手代召し抱え、甲州での検地でのそりゃくな扱いなどだったとされる。一方、聖太夫の実績は農民側に立ち、幕府からすれば年貢増長に結びつかなかったためとも言われる。吉野冊子では、聖太夫は他人の功績を奪い感地を働くもので、 金銀の蓄えが多いから消費心入りしても困らないだろうから中には遠投にすべきだというものもいると聖大友の幕府内の評判を伝えているその後停発し休憩と名乗り四年後病死した甲府大官時代は領民に前世を敷き安永9年の洪水と天命の大飢饉で疲弊した領民救済のため幕府の許可を得て九州からジャガイモを取り寄せ 八代郡九十一91食で試作に成功すると、公衆芋として、領内での普及に尽力した。この功績から、聖太夫芋の別名が付けられた。また、天明二年には、甲府城修築のため立ち退いた塩部村の村民を、帰住させ、同六年には、富士山の水難に悩む八代郡の農村から、笛吹川への排水工事を実施した。聖太夫の天人後も会では、 生子や消徳費が混流され、その自責が検証された。上野原市一帯に伝わる郷土料理、聖田の玉地は出荷できないような小さなジャガイモ大味噌と砂糖で甘辛く煮たものである。この聖田は聖田湯の中から取られたものと伝えられている。ありがとうございます。